ウォータールーロード。九流に面した急流堤近くのウォータールーロード。ウォータールーロードは香港急流を東西方向に貫く主要街路の一つ。ヤウマティから急流堤まで伸びている。この道路はライチョンロードとフェリーストリートとの交差点の西側を起点とし、ネイザンロードを過ぎる地点まで東へ進む。ついで、北東イコール南西方向にヤウマティの東部から 左間隔を通り、プリンセス・マーガレット・ロードとの交差点に達する。そこから、再度折れて、急流みを北方へ進み、四シシサントンネルに至る。ウォーター・ルー・ロードは、ワーテルローの戦いにちなんで命名された。この道が通されたのは、20世紀初めのことであった。ウォーター・ルー・ロードは、段階的に建設されたため、いち早く19世紀末には、広派な委員近くの道が、 すでに落成しており、その後20世紀初めにヤウマティのフェリーストリート一帯まで延長された。1922年には、急流筒みの発展のため、ウォータールーロードは、急流筒みのコーンウォールストリート付近まで延長された。1961年には、流昇道の開通により、北方へ延長されて、現在の位置となった。高花委員、急流下人書院。 メリダクオサムイン学校、新校助書院は、いずれも、ヤウマティのウォータールーロードに面した位置にある。果物の卸売市場である、ヤウマティカランと、劇場である、ヤウマティ銀は、ヤウマティのリクラメーションストリートとの交差点に、面している。ユニバーサルモデルズも、この道に面した左間隔の一角にある。ウォータールーロードは、ポールセローの、急流包みの恋でも言及されている。 ありがとうございます。